カードゲームザ・フォトンをプレイしよう。さあ今日ですね、プレイしていただく方々はこちらの方々です。自己紹介お願いします。はい、マルバスアスモデウス役の生田よしこです。はい、お願いします。そして浅木さんの抜きました、はい、では自己紹介お願いします。はい、デカラビアカステール役の浅木口です。お願いします。はい、お願いします。さあさらに、はい、はい、お待たせしました。こんにちは、ユフィール役の東条さや子です。よろしくお願いします。はい、お願いします。こちらのお三方に今から挑戦してもらうんですが、はい、皆様フォトンの方はもう結構触れましたか？ちょっと、ちょっとね、今日初めて、今日初めて触れたばかりでやらせていただいて、今日初めて、今日初めて、昨日初めて、そうだな3人って感じですね。でも実況の我々も初心者なんで、ね、全員初心者だったんで、ね、やばいな。怖い、慣れてるメンバーが誰もいないんですよ。そうなんです、そうです、そうです。意外とまだ悩んでる途中なのにもう始めてみるんですよね。もうやるよ。なんでうまく回るか不安ですけど、ね、でもね、見てる方々もまだ触れてない方多いと思うんで、うん、逆にね、その方が見やすいんじゃないかと、はい、はい、勝手に僕は思ってます。でも練習ね、事前にやったんですけど、やっぱり難しいですね、覚えるまでね。難しいけど面白い、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 面白さが割と初めてでも、まあ、やる人でもこう取っつきやすいというか、そうです、演技でやってる人ならよりね、やりやすいっていう感じは、やっぱゲームの世界観がね、結構踏襲されてるんで、あとプレイング自体はそんなにルール自体は、そうですね、ただデッキメイクと、そう、どういう風に使っていくかだけがめちゃくちゃ時間かかるかなっていう感じです。あと4人でできるっていうのがいいいいね。感情がめちゃくちゃ動きますよね、前半、おお、俺いい感じだったら最後にいきなりドーンと落ちたるじゃないですか。あのネギドのゲームと同じように妨害とかね、あります、あります、いっぱいあるんで、ね、瀕死の状態から大逆転みたいなパターンもね、先ほどちょっと生まれましたんで、本番は一体どうなるのかね、こちらを楽しみにしてください。では早速行ってみたいと思います。どうぞ。ということで、じゃあ対戦を始めていきましょう。はい、山札を出してきましたね。モンモン誰がやって朝霧市からスタートという、もうこれは始められる状態からやってるんですね。そうですね、もう皆さんに分かりやすいように、このテーズは終わってるんで、テーブルの上にこれで、このね、スタートのカードそのやつがあるんですけど、それが朝霧さん前にあるということは、朝霧さんから時計回りバーッと出るんで、そうそうそう、あなたは尻なんで、そう、私もまださっき1枚変えてみて回してないので、回るか分かりません。みんな俺みたいに、あのちょっとね、旅行練習でまあこの4人のその3人とね、僕らちょっとやったんですけど、はい、その時南條さん結構慣れてらっしゃいましたね。一番知識もあるのかもしれないですね。札5枚さあ、はい、引きます。ああ、今5枚、みんな5枚、みんな引きます。カード5枚ずつ皆さんに引っ張ると、ここからまずスタートになります。はい、じゃあ手札こんな感じですよ、今。はい、お見せながらです。まあ見せてもそこまでのね、はい、行きましょう。そうですね、まあ妨害が上手な方とか慣れてきますね、やられちゃいますね。はい、まずその自分の形で必死になっちゃうね、こうしたいっていうのがあって、他人を見る余裕がないんでね、まあ、この3人もまだそこまで慣れてないんで、もしかしたらね、みんなの必死になっちゃうかもしれません。一体あれですね、これみんな距離離れてるから見えないパターンもあるよね。あ、そうか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 、この雰囲気はね、ちょっと布も多い、カニを食べてるみたいな雰囲気かもしれないです。そうですね、ねえ、これさっきやって思ったんだけどさ、自分の思ってる形がもう崩れるとさ、立て直せないよね。立て直せない。だからもう妨害をちょっと入れられたら、もう膝から崩れ落ちる。そうね、さっきさんが1ポス出しました。さあ1ポスを出してきたということは、ちょっとね、妨害パーティーで来るんじゃないかなという、うん、なるほど。妨害の発動するかけに1枚引くという自動効果がついております。はい、今読んでくれましたね。そういうことですね。はい、はい、はい、さあ、カードが次は東条さんに変わりました。はい、こんな感じです。誰から行こうかな。そうですね、そうですね。この最初のこのネギドの6枚は、はい、見せてていいですか。本当見せない方が、そうですね、何するか、そうですね、これもそうですよね。エクストラボタンのアタック3を1枚あなたの場に出すことができる。さあ、オカロール出してきました、アタック1枚に、あれなんですかね、好きなキャラを取ったのか、本当になんか計算してやってるのか気になりますね。絶対ね、声を当ててる方々なんで、自分のキャラクター入れてくると思うんですね。はい、そうですね、やってくる。で、あ、エクストラボタンが飛んできた。神の手が入る。はい、これを出します。はい、アタック。で、このエンドです。はい。
じゃあワンドロー。ワンカードが配る。僕らもですね、まだこのゲームに慣れてないんでね、ちょっと間違った発言とかあるかもしれないですけど、申し訳ないです。さあ、エキサさん。エリモスを召喚します。エリモスさんの場合だと、アスモデウスとマルバスいるんですかね。アスモとマルちゃんがいつ出るかっていうのをちょっと楽しみにね、見ていきたいと思います。あるのかな。いや、絶対持ってるでしょ。そうだな。このさ、ここからも見えないけど、うちらから見て左がこれ。はい、バルバスっぽくない？で、左から2番目はアスモっぽくない？そうですね、皆さんの画面でもちょっと確認してもらって6枚ね、昔あれですけどね、消費者金融のカード6枚も あなたがラッシュかこういうのが聞いてもらえるんでね、そういうことですよね。消費者金融のカードは無敵でしょ。でも楽しくないんですよ。本当にね、最初はいいんですよ。最初は無敵のカード、どんどん追い込まれて結局負けっていうね、こんなとこ不正感でございます。ゲームでございます。エリカさんのターンも終わりました。では僕のターンに移ります。ああ2ターン目、この辺りからちょっとずつね、動いてくるんじゃないかと思います、はい、ではね、とどめの一撃を、そうそうそう、もうね、最後に稼ごうと思ったのが、できないわけですから、わかんない、悔しいなあれよ、実際のメニューでもあるもんね、チェーン繋いでって繋いで最後あれ落ちてるみたいな、そう、これアスモ様からのマルバス、最後出せましたね、どうしてもやりたくて、マルちゃん、コストも重々で大変だったんですけど、なんとか出せました、出さって言えばマルバスちゃんです。アタック、これも結構ね、一発逆転のカードだったんですよ、はい、あなたの場の裏向きのボトン、これも6枚表にできるんで、うん、あ、エキサさん結構裏返しになってるから、アタック、そうそうそう、結構まくるんじゃないこれ、チャージ、あーどうかだよね、で、戻せる、これが全部戻せる、ちょっと待ってください、チャージはかなりあるんで、マルバスらしいよね、なんか回避させるね、マルバスちゃんがあなたの場の裏向きのボトン6枚まで表にするなので、全部強い表に見ます、重たいな、これちょっとチャージだけできたら、ラサミさんに対抗できるんじゃないですか、そうです、5枚ありましたよ、多分チャージ押してやるって妨害が効かないんですよ、いいよと、もう6枚ありましたね、全部、はい、全部なりました、戻りました、はい、こういう戦い方がみんなね、作戦ありますね、それぞれ、はい、では次のフェイズ、最後が次最後か、最後ですね、フォトン追加フェイズってのがあるんですよ、キャラクターのね、人間にね、星マークがあるんで、そのキャラクターがちゃんとで召喚してる場合には、その星の数だけ最後にドンと2枚を出せるの場に、手札余ってれば手札から最後にフォトンを追加することができます、私も3つですね、私も3つです、あるんですかね、これは浅見さん、とてもね、触ったばかりにちょっと思えないですよね、ルールもしっかり覚えて、せーので、全部じゃないですか、1枚どうじゃないですか、やってるのかな、1枚じっくり鍛えてきたのか、せーの、さあ、引きの絵で見てましょう、はい、どうなんだ、2枚目、1回みんな何を出したの、パン、3枚目、せーの、はい、手札がありませんので、はい、3枚出しました、星の数だけ出してきました、最終的に皆さん増えましたね、勝利計算をしましょうかね、はい、じゃあまずあとはここから計算力の時間です、暗算できるのか、暗算できるのかどうなのか、はい、ちょっとここは皆さんね、お待ちください、計算もちょっと普通の計算なんか困らないよね、なんかね、なるほどね、相手なら何手なんだろうと思いながら計算するで、おー、はい、ことは一番1、2、3ですかね、はい、アタックフォトですね、アサミさんが1、王者さんが2と、3人の場合だと1位が10点、2位が4点、3位が0点と、はい、アサミさんはもう10ポイント獲得と、王者さん4ポイント、はいはいはい、あの10もらうと嬉しいよね、嬉しい、10もらえるとね、これなんかもうこれ最下位はないなと思うんですね、スキル、さあスキルいきます、スキルボタンを、はい、
80、それぞれ皆さん得点数なんだ。83、24、25、26、27、11、12、13、14、15、16、17、17。スケールが13、17、はい、僕が3、6、9、12、15ですね。で15、お、東條さんがこっちに来ました。10ポイント嬉しい、10ポイントが入る、すごい、6ポイント、あ、10ポイントす4ポイントか、うん、ポイントですよね。結構1位と2位やっぱ差があるね、はい、あるね、やっぱ1位って大事だね。いきましょう。なんだ、朝霧さんが多いと思ったら11です。違うんだね。じゃあ1位だ。勝利点10が飛んでくる。あ、大変。もうチャージ、チャージ、チャージはもう朝霧さんが半年だからもう終わりよ。でも最後生田さんも負けてましたね。そうか、そうか、2位か、意外です。はい、なるほど、はい、これで決着つきましたね。さあ、一応ね、皆さん点数出されました。判定なんでしょう。言っていきましょうか。はい、シンプル20点、シンプル20点、朝霧さん20点、17点、結構いい勝負。14点。ということは、ということで、はい、朝霧さん、これの勝ちかな。イエス、はい、朝霧さん、ありがとうございます。逃げ切った感じだ ね、 ですね。あの妨害が効きましたね、やっぱり。素晴らしい。これ面白いですよ。フォトンがなくて出せないってなった後に、まだ星の最後の、そうですね、両脇の2人を追い上げましたね。これですね、東條さんがね、とがめの1枚何出してくるのが気になったんですよね。あれ出せればね、星3分出すので巻き返そうみたいなの。僕はどっちかというとハンデスで、その出せなくて急速にさせるっていうのが出せはできたんで、なんかハンデスをされた割にはちゃんとアスモとマルバス出せたんですけど、アスモマルバスを出そうとすると、こう他で勝利点稼げなくて結構大変かもしれない。組み方難しいですね。裏返しで勝つ人と妨害って、こうなんかいいですね、こう駆け引き。あ、そうですね。もう一回しても勝利点稼げない。逆にフォトを貯めるタイプ、まあ、3人ともバラバラだったんで、すごいいい対戦が見せられたんじゃないかなって。まあ、だから初心者の我々でも、今日習ったばっかの我々でもこれぐらい遊べるので、うん、そうですね、ぜひね、皆さんも、うん、あのお手元にある方は友達と一緒に、はい、ね、フォトンドリブンしていただいて、そうですね、メギノの世界観をテーブルで味わっていただければなと思います、うん、はい、はい。さあ、対戦が終了しました。はい、皆さんお疲れ様です。朝霧さん見事勝利ということで、頑張りました。僕最初もう圧勝かなと思ったら、全然お二人が通りましたよね。そう、途中からね、アスモで、あのマルバスちゃんのカード復活で、そうそう、俺生田さんあんじゃねえかなと思ったんですよ。なんか途中でちょっと勝利点を稼がないと、点数を稼ぐところがあんまないです。なんで1枚差し替えだなって感じですね。完全にね、その勝ち点もらえるカード1枚も入ってないから、フォトン最後のね、勝利点計算で勝ちたいですね。あの妨害が良かったですね、途中の、そうですね、イベントカードからそっからのデカラビアのまた妨害で、うん、ね、東條さんそのせいですか、あのカード出せなかったのは。なりました、減っていっちゃって、だから最初から山札を多めに用意しておいたりとかして、妨害にこう対抗していかないとってことですね。なるほど。ちなみに東條さんは本当は召喚したかったキャラは誰だったんですか。そうなんですよ、最後ですね、私はこのね、アンドレアルフを出して、はい、アンドレアルフのチャージ2とアタック2の枚数の分だけ勝利点がもらえる、最大7っていうのがあって、これがあったら7点もらえてたんです。2めっちゃありますもんね、もらってましたね。でもこう減らされすぎて、あ、だだだ出せないんで、ね、そっか、そういう攻め合いがあったんですね。あ、朝霧さん戦い方がもう、もうね、慣れてますね。ありがとうございます。描いた通りにいってるんじゃないかという感じで、勝ててよかった。で、最後のダンダリオの時にもう、これ無理だろうと思いましたもん。あれもなんかすごいこうはちゃめちゃカードでいいですよ。そうですね、その本取っていく。ちょっとね、みんなの見せて言わないといけないけど、じゃあこれとこれとって言えるわけですよね。ちょっとね、あれ見てね、僕らもダンダリオ入れたいなと思っちゃいましたもん。強いですよね。ただ、ただ、はい、いいですか。はい、ここはあくまで序章です、うん、なるほど。皆さんいいですか、本番はここからです。朝霧さん、この予選を勝ち抜いたんで、なんと、はい、僕らとの決勝戦に進出、はい、なるほど、ありがとうございます。まあまあまあ、ようやく僕らのライン並べたかなっていう、強い。どっちかが勝つんじゃないですか、だって、まあまあ、なぜなら、説明書に載ってる、おすすめパーティー使うからです。僕らは基本に忠実にいきます、はい、ちょっとチャレンジャーとして、はい、
はいはいはい、やらせていただきます。ぜひとも下がってきてください。では2回戦行ってみたいと思います。はい、